はい、こんにちは、のりさんです。今日もご視聴いただきありがとうございますね。毎日暑いですけど、皆さんお元気ですか？熱中症になってないですか？特に夏とかね、自分が喉が渇いたという感覚がなくても、意識してなるべく水分補給した方がいいって言われてるんですね。うん、で、私なんかね、昔から結構水分補給をたくさんするタイプで、で、その分、まあ、トイレに行く回数も多いんですけども、でね、特に最近は、喉が渇いたら、まあ、ジュースとかお茶ではなくて、まあ、なるべくですけどね、まあ、水、うん、ミネラルウォーターを、まあ、飲むようにしてるんですよ。で、やっぱりね、こういう生活を続けてると、なんかやっぱちょっと体調がね、どんどん、改善されてく感じはするんですよね。うん、まあ、そんなわけで、水分補給は大切ですよっていう、まあ話なんですけども、ちょっとお知らせです。先週かな、17日の、水曜日、7月17日の水曜日に、メンバー動画をアップしておりますので、また興味がある方はちらっと覗いてみてくださいね。まあ、いろんな話をしてるんですけど、まあ、自我の話とか、まあ、次元の話であったりとか。で、前回のメンバー動画に引き続き、性のお話ですね。男性性、女性性とか、あと結婚制度の話とかね。うん、まあ、あと、アート的に生きるって、よく表の動画では話してるんですけども、まあ、これからは、人生にアート的な感覚を、まあ、どんな仕事をしていてもですよ。まあ、もしくは、仕事とかはそういうのをしてなくても、そのアート的な感覚を取り入れていくのは、まあ、そこを意識するのがこれからの時代はおそらく大切になるんじゃないのかみたいな、まあ、いろんな話をしておりますので、もし興味のある方はまたちらっと覗いてみてくださいね。はい。で、今日のお話、今日はね、一応タイトルをね、生きるとは春夏秋冬というお題で話してみようかなと思ってるんですけども、まあ、春夏秋冬、春夏秋冬ですよね。うん。で、まあ、ご存知の方は、まあ、ご存知かもしれないんですけども、ね、私、酔っ払うとね、精神世界のわけのわからない話をひたすら喋り出すというか、一人で家にいる時なんかは、まあ、X でさ、まあ、X のアカウントがあるんですけども、まあ、ひたすらね、その、精神世界のこととか、まあ、哲学とか、まあ、そういうことに関する話を、連続投稿をする癖があるんで、まあ、あれってね、結局、まあ、チャネリングしてるんですよね。だって、喋ってる時自分で覚えてないですし、投稿しているとき、ポストしているときは自分で全く覚えてないんですよね。で、後から見返して、あれ、なんかこいついいこと言ってるなってね。自分のね、つぶやきに対して、シラフに戻った瞬間に後から自分が感心するという、そういう、まあ、わけのわからない状況なんですが、そんな中でね、こんなポストがあったんで、ちょっと紹介しますね。まあ、こんなポストがあったって、これ自分で書いたんですけどね。うん。いきますよ。生きるとは、春夏秋冬。今辛いならこの言葉を思い出してみると良いです。時間軸の流れとともに感じる情動はそんなものであり、あらゆることはいずれ過ぎ去る。今冬だと感じるなら必ず春は来る。そしていずれ冬が来た時に冬の対処の仕方を知っていればもう極寒は来ない、というような、まあ、つぶやきをしたみたいなんですけども、まあ、みたいってね、本当一言なんですが、うん、やっぱり私昔からね、この、なんだろう、人生ってのはもう本当春夏秋冬だなって思うんですよ。これはまあ言い方を変えればバイオリズムであるとも言えるし、あと仏教でさ、六道輪廻って言葉あるでしょ、うん、で、仏教の六道輪廻っていうのも、そのこの世とあの世があって、で、地獄があるんだとか、天国があるんだとか、そういう話ではないんじゃないかって私は思っていて、あれもなんだろう、人生のその春夏秋冬のことを言ってるんだろうなって、まあ勝手に思ってるんですよ。要は、まあ春夏秋冬だと4段階ですけども、それを6段階、うん、その、生きていく上で、
その人生を時系列順にこうね、過去から未来へこう感じてみると、その中でまあ春の時もあれば夏の時もある、で秋の時もあれば冬の時もあるっていう、こうまあ順繰りなんですよ。六道輪廻っていうのは、その中でそのアシュラ道とかさ、なんかガキ道とかさ、いろいろあるでしょ。あと人間道とかさ、畜生道とかさ、うん、であれってのは精神状態というか、まあその人にとっての、その人生の流れがそういうタイミングの時がまああって、それをぐる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 繰り返してるね、人生ってそういうもんだよねっていうのが、まあ仏教でいう六道輪廻ってことだと思うんですよ。だからまあ輪廻転生のことを説いてるっていう話では本当はないって、まあ私はそんな風に思ってます。はい。でね、まあ本当生きるってのは上がったり下がったり、下がったり上がったり、いい時もあれば悪い時もある。まあ本当は良し悪しなんてないんですけどね、それをそのように解釈しているまあ自分がいるっていうだけなんですが、でもまあそんなもんなんですよ。でまあかくいう私も本当今から10年ぐらい前かな、まあその頃はね本当に辛い時期をね過ごしていて、もう何をやってもうまくいかないし、まあ仕事も辛いし人間関係も辛いしね、家族との仲も悪いし、でお金もないしみたいなね、まあそんな時期を過ごしてきたんですけども、まあそれは言ってみれば人生が冬のタイミングだったんですよね。で今はもう春ですよ。じゃあ私今春のタイミングに入りました。でまあこれがまあ何年サイクルか分かんないんですけども、いずれ冬が来ますよ。誰でもそうです。誰の人生でもそうなんですよ。春の時もあれば冬の時もあるんです。じゃあまた冬が来たら、自分の人生に辛い時が来たら、まあそれに耐えなきゃいけないのかっていうと、実はねここが違うんですよ。それがまあ先日私が酔っ払ってあげたポストにも現れてるんですけども、今度冬が来た時に冬の対処法を知っていれば、それはもう冬ではなくなるんですよね。もちろん冬特有の寒さや動きにくさを感じるかもしれないんですけども、でも冬には冬の生き方があるんですね。それがやっぱり何かっていうと、まあ簡単に言うといつもの話であって、まあサレンダーしましょうってことになるんですが、で冬は冬でまあみんな冬眠しますよね、動物とか。それと一緒でやっぱ動かない方がいい時ってのもあるんですよ。で寒さに耐えてじっとしている方が逆にうまくいく。今はそういうタイミングなんだ。でよくさ自己啓発とかのさ YouTube とかいっぱいあるでしょ。まあ私も昔はよく見ましたよ、そういうのね。自己啓発系とか、何とか現状を変えたいってことで、もういろんなビジネスの勉強もしましたし、自己啓発も一通り学びましたし、巷で言われている引き寄せの法則なんてものについても、まあかなり研究っていうか、まあ自分なりに勉強したんですね。でもそんなもんはね、言ってしまえばどうでもいいんですよ。どうでもいいっちゃどうでもいいんです。その人の人生にとってそのタイミングで必要な時期、これはもう必ずベストなタイミングなんですよね。必要な時期に必要なことが起こって、で必要な人に必ず出会うようになっているっていうのが、もう私が何年か前に導き出した結論なんです。で、これはまあ私はそう思っているから、本当はそうですよ、皆さん信じてくださいっていう話ではなくて、私がただ勝手にそう思ってるだけっていうことなんで、この考え方が好きな方はまあ採用していただければいいんですけども、いやいやそんなことはないってまあ反論してくださる方ももちろんいらっしゃると思いますんで、そんな方はまあね、別のね、YouTube の動画とか見て
もらえば全然いいって話なんですよね。うん。だからこれをさ、なんか、私は真理を知っています。これが正しいんです。信じてくださいって言った瞬間にそれ宗教になっちゃいますからね。うん。だからね、この、多分私の動画ね、他の YouTuber の方とか見てると思うんですけども、うん、まあかなり抽象度高い視点で話してるんで、なんかね、多分見てると思うんですよ、皆さん。なんかそんな感じするんですよね。特に目覚めというか、その気づきを体験された方、まあ最近だと一別体験っていうのかな、まあちらっと空を見てしまった、知ってしまった、まああと昔の言い方だと検証体験とかね、まあ言うんですけども、そういうものにとらわれてしまうっていうのが、なんだろうな、まあそういうものにとらわれてしまう方って意外と多いんですよね。で、これは、なんだろうな、まあ、気づきという視点で考えれば、まあ確かにその素晴らしい体験ではあるんですけども、でもそれも、要は一時的な高揚感なんですよね。うん。私という自己、私という主体が、その気持ちいい、本当愛に包まれた体験を私が抱え込んでしまっているっていう時点で、そこに執着してるんですよ。うん。まあこれ、言ってること多分伝わると思うんですけども。でね、クリシュナムルティがこんなことを言ってるんで、ちょっと紹介しますね。思考は快楽に持続性を与え、そのような見せかけの持続性を我々は幸福と呼んでいるのである。もう一回言いますよ。思考は快楽に持続性を与え、そのような見せかけの持続性を我々は幸福と呼んでいるのである。ね。うん。まあこれどういうことかっていうと、要は私たち文明人、特にこの西洋文明に毒されている我々の時代にね、この今の時代に生きる現代人というのは、快楽を幸せだと思ってしまってるんですよ。で、もう一つ付け加えるならば、達成感であったりとか、目的を達成した、ゴールを達成できた、その瞬間、ホルモンの話で言うと、ドーパミンがバッて出るんですよね。で、一瞬、ものすごく気持ちいい高揚感を得るんですよ。でも、それってのは、ホルモン的に言えば、もう、ドーパミンなんで、で、ドーパミンっていうのはホルモンの性質上、その長続きしないんですよね。一瞬バッて出てすぐ下がるんですよ。うん、まあ、この辺のホルモンの話は、2個前のね、メンバーの動画で話してるんで、まあ、詳しく見ていただくと、より伝わるんじゃないのかなと思うんですけども、要は、その一時的な興奮状態であったり、高揚感、多幸感、うん、そういうものを我々は幸福とか幸せ、というふうに、まあちょっと勘違いしちゃってる部分があるんですよね。うん、まあこれにはまあいろんな理由がありますよ。まあ言ってみれば現代社会っていうのはもうね、あらゆるコンテンツ、あらゆるその、なんだ、ニュース報道、まあ SNS の情報、で周りの人が喋っている情報についてもみんなそうなんですけども、すべては今の現状をもっとより良く変えたい。で、そのためには成長というものが必要なんだ。もちろん成長するのはいいことなんですけどね。で、今の自分ではなく、違う自分になることによって、まるで山を登るように、ずっと山頂を目指す人生が楽しいんだ。だから常に獲得獲得を求められたんですよね。まあ学校でもそのように教えられたんですよ。収入が例えば300万から500万に上がりました。じゃあ次は年収800万目指しましょう。次は年収1000万目指しましょうみたいなね。じゃあお金貯まったら今度はローン組んで一戸建てを買いましょうとかね。うん。もっといい家買いましょう。もっといい車買いましょう。まあ私も車好きだからあんまりね、人のこと言えないんですけども。こうやってね、次へ次へ、もっともっと。をやっちゃうんですよね、うん、でその時にその欲しいと思ったものを手に入れた、その手に入れたと分かった瞬間にドーパミンがバッて出て、一時的な快楽であったり高揚感が発生するんですよね。でそれを幸せと勘違いしちゃってますよっていうのをクリシュナムルティちゃんは言ってるわけなんですよね、うん、でも本当は違うよってことなんです。うん、
よくさ、私メンバーの方で縄文の話とか、あとピダハンね、ピダハン族、まあ知ってる方多いと思うんですけども、まあそういった人たちの価値観とか感覚の話をするんですけども、本当はね、人間ってのは周りに何もなくてもただ幸せに生きることっていうのはできるはずなんですよね。うん。まあもちろんちょっとぐらいね、その高揚感とかさ、達成感とかさ、快楽があってもいいと思うんですけども、現代人はあまりにもその快楽を目指しすぎて、快楽に溺れているっていう節があるんですよ。で、そのスピリチュアルという界隈に関して言っても、やっぱりね、なんだろう、最近ノンデュアリティとか流行って、だからなんかその一別体験を追い求めるみたいなね、そっちに行っちゃったら何にもならないですよって私は個人的には思ってます。うん、そんなことはねどうでもいいんですよ。うん、だって脳の意識変容が起きるさ、なんかそういう不思議な体験がしたいんだったらさ、まあ、裏技使えば一発ですよ。まあ裏技何かは言いませんけども、うん、簡単に味わえますよ。で、それが今度その快感を追い求めちゃうんですよ。ああ、あんな幸せな体験をもっとしてみたい。あ、本当にもう自分を超えた、自分がなくなった、もう全てが愛で包まれた、もう素晴らしい体験、もう宇宙と一体になった体験をしてみたいと思ったら、方法はいろいろあります。うん。でも、それはまあ、ね、気軽にこういうね、表の場で喋ることじゃないんで、まあ言いませんけども、そんなもんなんですよ。うん。大切なのはそんなことじゃないですよ。だから、よくさ、禅のお坊さんにしてもさ、密教の坊さんにしてもさ、そういうとこにとらわれるなってみんな口を酸っぱくして言うのは、そういうことであって、いわゆるその禅病であったりとか、まあ、魔教というものに入りやすくなってしまう。そういう罠があるんですよね。うん。私これ昔から言ってるんですけど、そのスピリチュアル的なその不思議な体験とかって、意外とどうでもいいんですよ。もちろんそれは素晴らしい体験ではあるんですけども、どうでもいいっちゃどうでもいいんですよね。うん、だって我々は本来それそのものですから、うん、だからどうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、ちょっと話がそれてるかな。で、今日のお題、まあ春夏秋冬で話してるんですけども、まあ、人生ってのはまあ春夏秋冬だよっていうことなんですよね。うん、ちょっと無理やり話戻してすいません。で、今の時代に面白いのは、特にほら今風の時代だとかさ、ちょっと前にね、スピ界隈でも盛り上がってたんですけども、あれについても私は、うん、やっぱちょっといろいろ言いたいなってのがあって、その風の時代ってのをなんかね、その快楽的に捉えちゃってると思うんですよね。で、それもなんだろう、結局ね、自分ごとなんですよ。だから、時代が変わるから、すべての人が幸せに生きられるような時代が、もうあと10年、20年で来ますよ。ベーシックインカム来ますよ。だからみんな天国で生きられるようになりますよっていうような、そういう情報がなんか溢れているような感じがするんですけども、それは半分正解であって、半分は、間違いだと思うんです。うん。なんでかっていうと、結局世界を作っているっていうのは自身の認識に過ぎないからです。だからクリシュナムルティちゃんも、世界はあなただ、あなたは世界だっていう言葉を残しているんですね。要はね、自分の見方次第なんですよ。どのように外の世界を解釈して捉えて、それに対してどのような感情を持っていますかっつうだけの話であって、すべての人がこれからの時代、軽やかに生きることができるかっていうと、決してそんなことはないと思います。これも陰と陽の宇宙のバランスがあるんで、例えば新時代、これからの時代ですよね。まあ大体これがまあ2000年フェーズとかね、まあそうやって言われてると思うんですけど、まあ水亀座の時代じゃないわ、魚座の時代から水亀座の時代に変わるのか、まあちょっと私占星術あまり詳しくないんですけど、まあざっくりそんな感じだと思ったんですよ。じゃあみんなが良くなるのかっていうと、決してそうではないと思うんですよ。逆に意識が眠りの方向に進んで、まあちょっと苦しくなる人もいっぱいいると思うんですよ。
いっぱいあると思うんですね。じゃあその差は何かっていうと、結局は自分の心持ち次第なんですよね。で、もちろんじゃあどういう心持ちになればいいのかっていうのは、こういった情報に触れなければそのヒントすら得ることができないんで、まあこういう情報に触れるっていうのもある意味大事だったりはするんですが、その中でじゃあ、あ、そうなんだ、風の時代が来るんだ、じゃあもうOK なんだってことではなくて、その上で自分がどういうマインドセットを持つか、うん、外に起きることに対してどういった解釈をするか、うん、結局ね、自分次第なんですよ。もう外に映っている世界っていうのは全部自分で作ってます、うん、だから本当は起きることに意味なんて全くないんですよ。ただ自分で作って自分で決めて自分で解釈してるっていう、全部自作自演なんですよね。で、この自作自演なんだ、あ、人間の意識構造って、この認識の仕組みって全部自作自演になってるんだっていう情報がまずないと、ここの入り口にも入れないわけなんですよね。うん。で、その上でなんか、まあ、さあ、スピ的になんか意識変容が起きたり、すごい高揚感が感じれるような、その宇宙と一体になるような、体験ができたら、なら、それはまあ、それで素晴らしいと思うんですよ。うん。まあ、ちゃんと、基礎知識があると、もう、変な方向にはいかないと思うんですよね。うん。で、その自分の人生にとって春夏秋冬っていうのもあるし、で、地球全体の流れで春夏秋冬っていうのもあるんですよね。で、今までのその、魚座の時代って言われるのは、その地球全体の流れとして、冬の時代だったって言えるんですね。で、これからは一応地球全体の流れとしては春の時代に入ろうとしているですよ。冬が来たら必ず春になるんです。でもその中で自分の人生でまた春夏秋冬っていうこのバイオリズムがあるんですよね。でもっと言うと、一日の中でもやっぱこういう気分のさ、浮き沈み上がったり下がったりとかあるじゃないですか、うん、それもやっぱ知っとくことなんですよね。もうそういうもんなんですよね、うん、常にこの春夏秋冬が、春夏秋冬が繰り返し起こるのが人生なんですよね。で、繰り返し起きるってことは、たとえ今、ああ冬だな、今辛いなと思っても、それってね、続かないんですよ。必ず終わるようになってるんですよね。だからね、このこれはね、イスラエルのなんだっけ、ダビデ王だったかな、の残した名言だと一応言われてるんですけども、ちょっと違ってたらすいません、これもまたいずれ過ぎ去るという言葉があるんですね。これもまたいずれ過ぎ去る、つまり今辛いと感じていても、まあ絶対過ぎ去るんですよ、うん、だってそういう流れだから、春夏秋冬を繰り返してるだけだから、うん、だから今辛いと思うなら、まずはそれ必ず終わりますからっていう、この基礎知識を知ることが大事なんです。でもその前提には、世界はその前にもう全部自分が作り出しているんだよっていう前提も知っておくことが大事なんですよね。だからそれが分かってると、次冬が来た時も、ああ今冬なんだな、じゃあ冬は冬らしくスノボでもしようかみたいなね、ちょっとこたつに入ってみかんでも食べてテレビ見てようかみたいなね、ダラダラしようかとかね、そんな風にね、考え方をパチッと切り替えるだけなんですよね、うん、で、とにかくこれ前も言ったんですけども、そういった全体の流れにも抵抗しないことなんですよね、うん、それがサレンナなんですよ。で、春が来たら今度夏が来るんですよ。夏ってのはやっぱ活動的な時期なんで、なんかやりたいなって、わーってそういろんな衝動が湧き上がってくる時期ってのもやっぱ誰の人生にもあるんですよね。で、あ、今そのタイミングだなって、この直感的にパキーンって来たら、もうやりたいと思ったことはもう全部やるんですよね。で、そこに損得感情を入れないんです。うん、今までの昭和の考え方だと、その自分の選択と行動に対して、その結果を重視したんですよね。結果どうだったの？結果損か得だったの？うん、結果辛かったの？楽しかったの？そこに焦点を置きがちだったんですけども、
それがもうね、これからの時代、もう前提が違うんですよ。もうプロセスなんです。結果なんてどうでもいいんですよ。もうその結果重視で考えてると、多分これからうまくいかないと思います。プロセスが大事であって、まずは人生春夏秋冬なんだということを知ること。そして、その前の前提で自分で世界を作っている。もう自作自演なんだって知ること。で、その上で、春が来たら春らしく軽やかに生きる。夏が来たらもう行動的にいろんなことにチャレンジする。で、冬が来たらこたつに入って猫ちゃんとダラダラするみたいなね。うん。そういうことが、その、なんだろう、損得とかそういうものを考えなければ、多分ね、自然にそのような流れになって、うまいことをもう、人生を楽しめるようになるんじゃないのかなって私は思うんです。だから、昔のさ、その精神論者とかだと人生は辛いもんなんだとかさ、うん、もう我慢は必要なんだとかそういうことをね、言う人いっぱいいたと思うんですけども、その前提すらもう間違いだったねってもう大体多くの方が気づいてきたんですよね。うん。ただの春夏秋冬なんですよ。で、本質的に言えば、その春夏秋冬っていうのも、本当は意味がないんです。ただそういう流れだね、エネルギーの流れがあるねってだけで、で、我々はそこに抗うことはできません。だって、そこに抗おうとしている自分という主体が本当はないから、うん。もう、我々がもう宇宙そのものなんですよね。で、それを、その私という小さい自分が自分、その私という小さい子がなんかいろいろ意味をつけて、ああだこうだやってるだけなんですよ。なんか辛いことが起きたとか楽しいことが起きたとかね。うん、で、そういう感情が出てきても、もう、ほっとくことなんですよね。ああ、今こういう感情が出てるな。うん。ああ、今はこういう時期なんだな。ああ、今こういう解釈が起きたな。うん。それにも抵抗しないこと、逆らわないこと。これが、私たちが、本当に私たちらしくその自分の人生を全うする方法だと私は思っています。で、天命というのもね、よくスピリの界隈で言われるんですけども、本質的に言うと天命なんでそんなもんないんですよ。うん、ただ起きることが起きてるだけですから。でも、あえて人生の天命というものを定義づけするんだったら、完全に宇宙に委ねた上で、サレンダーした上で、その流れに乗っかって楽しむこと、それが天命なんじゃないのかなって、まあ私はそんな風に思っています。はい、というわけでね、今日もノープランで原稿なしで喋ってたらだいたい30分ぐらいね、喋ることができたんで、今日の動画は、これぐらいで終わろうかなと思います。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。のりさんでした。